ディノクライシスはカップコンから発売されたテレビゲームシリーズ。サバイバルホラーに分類され、操作や視点などのシステムは同社から発売されていたバイオハザードシリーズとほぼ同じだが、敵キャラクターがゾンビではなく恐竜に変わっている。シリーズは3まで発売され、外伝として自型コントローラーガンコン2に対応したガンシューティングゲーム。 バンサバイバーサンディノクライシスがプレイステーション2で発売されている。XBOX で発売された3作目は宇宙に舞台を映し、エイリアン1作目をモチーフとした SF 色の強いものとなった。2000年代初期にイギリスの M4 リミテッドゲームボーイカラー版も開発していたがキャンセルとなっている。全世界シリーズ類型販売本数は440万本に達している。 発売日は最初に発売されたバージョンのみを示す。西暦2009年、3年前に死亡したはずのカーク、博士が生存し、軍事研究施設において、サードエナジーの研究を続けているとの情報が、潜入工作員のトムによりもたらされた。政府は、博士奪還のために、政府直属の特殊工作チームの派遣を決定。伝説的エージェントであるリーダーのゲール、 医療、操縦などを担当する黒人のリック、通信担当のクーパーらと共に、主人公の女性兵士レジーナは、博士のいるとされるアイビス島へと赴く、島に潜入するも人の姿はなぜかほとんどない。不思議に思うレジーナの前に現れたのは、この時代にいるはずのない恐竜たちであった。襲いかかる恐竜たちを退けて、施設を捜索するレジーナたちは、ようやく、 カーク博士を発見する。カーク博士によると恐竜たちはサードエナジーが暴走した際に現れた時空の裂け目から現れたのだという。博士を確保したレジーナたちは島からの脱出のためヘリを呼ぶがそこにティラノサウルスが現れたヘリは墜落する。博士もその騒ぎの際に逃げ出したため再びレジーナたちは博士の捜索と合わせて島からの脱出方法を探る。 捜索の結果、塔の地下には港があることがわかるが、港に通じる通路は時空の裂け目で塞がれていて通ることができなかった。再び博士を確保したレジーナは裂け目の消し方を聞くと、方法はサードエナジーを暴走させるしかないと言われ、サードエナジーを起動する。サードエナジーが暴走状態となると裂け目が消えて通れるようになり、港で船を見つけた。 そこへ再びティラノサウルスが現れるが、なんとか退けた、レジーナたちは、無事島から脱出する。改造による重機の強化や、アイテムの調合など、同社の作品のバイオハザードシリーズと、共通する操作システムがある。アイテム赤、黄、緑の3種類の色に分けられた緊急ボックスと、呼ばれる保管装置で取り扱う。使用するにはステージ中に点在しているプラグという、 キーアイテムを必要とし、アイテムのやり取りは、同色のボックス間でのみ行える。未使用のボックスからはわずかだがアイテムが補給でき、用意されているアイテムの主な種類は、ボックスの色によって異なる。一つのボックスに保管できるアイテムの数が限られている、等の制約がある。特殊工作チームミッションターゲット、科学博士奪還作戦から1年後の西暦2010年5月10日。 サードエナジーが再び暴走した。研究都市、エドワードシティは研究職員、軍人から一般市民までを抱えたまま恐竜の栄えた時代へと飛ばされてしまう。政府はシティの全生存者の救出とサードエナジー実験データの確保のために特別編成部隊をタイムスリップさせることを決定。特殊部隊 SORT のレジーナ、トロットのディランたちを乗せた。 輸送艇を白亜紀へと送り込む。到着後、部隊はキャンプの設営を行うが設営中に恐竜の襲撃を受けレジーナ、ディラン、デイビットを残して部隊は全滅。やむを得ず3人で任務を開始する。捜索中、ディランたちは黒いヘルメットとボディスーツを着た集団を見かけるがなぜか、こちらの恋には答えず、ディランたちを攻撃してくる。 そのうちの一人を確保するが言葉が通じず意思疎通はできずに終わる。しかしなぜかディランにだけは態度を軟化させる。ジャングルにある施設を捜索するも特に手がかりがないため一度巡視艇に戻るが、船内にある機関用のタイムゲートがクロスーツ集団によって破壊されており、ポーラも消えていた。任務に加え、帰還する方法も探すこととなったディランたちは、 エドワードシティを発見するが住人は恐竜の襲撃で全滅し生存者の確保は失敗に終わる。残る実験データの確保のためジャングルにあるミサイル施設へ向かったディランたちはデータの確保に成功する。その直後ティラノサウルスを上回る巨体のギガノトサウルスが現れ施設にあったミサイルが破壊され施設は崩壊。ディランたちは施設裏にある船で脱出する。 途中水門がありディラン、デイビッドが協力して解放に向かうが、アロザウルスに襲われたディランを助けるため、デイビッドが犠牲となる。川に流されたディランが目を覚ますと、目の前にポーラがいて、謎の施設に案内される。施設の奥へ進むと、ポーラがホログラフィを起動し、男が現れる。男が話すには、この施設は、ノアの箱舟計画という計画のための施設であり、 この時代は、白亜紀ではなく、ディランたちの時代よりも300万年も先の未来であった。計画の発端はレジーナが潜入した、アイビス島のサードエナジーの暴走であり、調査の結果、あの事件で現れた時空の歪みが、人類の誕生にまで影響を及ぼすことが分かった。その危機を回避するために、恐竜たちを白亜紀と似た環境の時代に転送し、危機を回避した後に、 元の時代に戻すための計画であった。しかし、計画終盤で、タイムゲートが消失、取り残された人員はほとんど恐竜の犠牲となり、わずかに生き残った子供たちは延命処置のため、ポットに入れられる。しかしポットは、恐竜用のため、入れられた子供たちは、言語能力を失い、本能的に恐竜を守ろうとするようになる。そのうちの一人がポーラであり、ポーラは、 ホログラフィの男の娘、さらにその男は未来のディラン本人であった。未来のディランは施設奥にあるタイムゲートで帰還するよう伝え、後を託し消える。そこへ再びギガノトサウルスが現れるが衛星兵器を使って撃退する。しかし施設の自爆装置が作動し、ポーラは倒れた柱に足を挟まれる。ポーラを見捨てられないディランはレジーナにデータディスクを持って、 先に帰還するよう伝え、自身はポーラと共に残った。サバイバルホラーに分類された前作から恐竜を倒す爽快感を前面に押し出したアクションアドベンチャーゲームとなった。大幅に向上した操作性とアクション、コンボシステム、敵を倒していたポイントによる武器の購入などの新システムが採用され、武器の種類も飛躍的に増えている。体力はゲージ性になり、 体力低下による移動制限もない。メイン武器サブ武器本編をクリア後に遊べるミニゲーム。キャラクターを選び、襲いかかる恐竜たちを倒していく。条件を満たすと新たなキャラクターを追加できる。恐竜も操作でき、コマンド入力で必殺技が出せる。二人同時プレイの対戦格闘ゲーム、D のデュエルも追加され恐竜同士で1対1の勝負ができる。 プレイヤーの一人称視点で進行するガンシューティングゲームガンサバイバーシリーズ3作目として時系列ではディノクライシス2のエンディング号にあたる世界でストーリーが進行する多彩な活気による連射、爆発、放電といった演出が数多く取り入れられベースとなったディノクライシス2同様に爽快感を重視した構成となっている操作は通常のコントローラーと 拳銃型インターフェース、ガンコン2によるコントロール双方に対応している。1943年、大西洋上空でドイツ軍と交戦していたアメリカ軍のパイロット、マイク・ワイヤード中尉は撃墜された蒸気から辛くも脱出するが敵機の追撃を受ける。突如強い光に覆われた彼の前からは敵機の姿が消え無数の抑流が現れた。マイクは 何者かによって与えられた一丁の銃と無線機から送られてくる指示のみを頼りに恐竜のカ歩する謎の世界を渡り歩いていく。今作では舞台は宇宙、西暦2584年。キャラクターも大幅に変更された。ゲーム開発でエコンテに樋口慎嗣が参加しており、宇宙船の木星軌道設定は樋口が特殊造形助手として参加した。 SF a がさよならジュピターから来ている。現時点でのシリーズ最終作品。当初は、プレイステーションに用ゲームとして開発されていたが、ゲーム開発において、技術的な問題から開発は、初期段階でキャンセルとなり、Xbox 参入のための開発に切り替われた。また、2001年5月当初の開発企画の段階では、現代の大都市を舞台に、 恐竜たちが破壊されたビル街で大暴れするような構造の内容で、プロモーション用のデモ映像も5月16日の E32001 で公開された。当初の提案は2の後の物語展開で、時間のずれた恐竜に包囲された都市の不特定の施設内に主に設定されたヒューマンドラマであり、都市の施設にいる人間を恐竜の群れから救い出すのが目的で、 複数のパートナーと共に恐竜を攻撃できるシステムを利用し、遊び方によっていろいろな人間ドラマが展開し、プレイヤーの選択によって歴史の流れを変えるという2のようなタイムワープを示した内容であった。またプロモーション用のデモ映像では登場人物にレジーナがいた。しかし、これらの設定は後にキャンセルされ、今作の近未来の宇宙船が舞台と内容を大幅に、 変更することとなった。カップコンは2003年の E3 の記者会見でディノクライシス3について宇宙設定の変更などについて説明していた。2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件の影響による配慮の対応で内容が変更されたともされている。また2003年の EN ゲームスパイのプロデューサー小林博之のディノクライシス。 3に関するインタビューで全く新しい雰囲気が欲しかったので宇宙空間を選んだと宇宙設定に開発の計画が変更されたことを述べている。登場する敵は恐竜のイメージをもとに造形されたゲームオリジナルのクリーチャーであり現実の恐竜は出現しない。カメラ視点の悪さによる操作性の悪さから評判はあまり良くなかった。イグノは シルウェイ最悪のカメラシステムと評価している。300年前に連絡が途絶え、消息を絶ったはずの難破船オズマンディアス号が、木星の衛星領域内に突如姿を現した。政府は、特殊部隊 SOAR に調査命令を下し、探査船を派遣した。木星周辺域において、船に接近するが、オズマンディアス号から攻撃を受け探査船は破壊される。 パトリックたちは宇宙に放り出されるも、なんとか船内に潜入する。しかし船内に人の姿はなく、代わりにいたのは恐竜の姿をしたクリーチャーであった。ブリッジに向かうと、オズマンディアスの船長、サトコ・コエヴァンスのログが残されていた。ログによると移民目標の惑星である、アルファニへ向かう途中、未知の宇宙船に遭遇し、乗員全員が被爆。 全滅は避けられない状況となった。そこで船長は船のマザーシステムに乗員たちをクローンで再生し移民計画を続けるよう指示する。ログが終わると船内に生体反応をキャッチしパトリックが向かうとそこにいたのはカレンという一人の少女だった。たった一人で生き残っている状況を疑問に思う中ソニアがデータを解析してさらに情報を見つける。 移民の再生を船長から頼まれたマザーであったが人間の DNA 情報だけでは移民を再生することができなかった。そこでマザーは船に積まれていた DNA の中で最も強靭な恐竜の DNA を使い進化してより強靭な人類を作り出そうとしていることが分かった。船内にいるクリーチャーたちはその過程で生み出されたものであった。 マザーがなぜ地球に向かっているのか確かめるため、パトリックたちはマザールームへ向かう。その途中の戦いでジェイコブが犠牲となり、カレンも重傷を負うがアンドロイドであったカレンは消えるようにいなくなる。しかし消えた直後、別のカレンが現れ、さらにマザールームに多数の生体反応があることがわかる。マザールームに近づくパトリックたちであったが、マザーは 自分の区画以外をすべてバージしてワープゲートを作って地球のそばまでワープする。マザールームに到達したパトリックが見たのは何人もの赤ん坊とカレンだった。マザーによると実験の結果人間の再生には成功したがアルファには強化された人間ですら住むことのできない環境であり移民を断念。再生した人類の移住候補地として地球を選択したマザーは カレンを母親として移住計画を再開したのだ。しかし、外見は人間でも中身が恐竜の怪物を降ろすわけにはいかないと、パトリックはマザーを破壊。マザーシステムが破壊された船は自爆装置が作動し、パトリックたちは脱出を図る。その途中、究極生物ゲバルライに襲われ、窮地に陥るが、マザールームで大量の自分を見たカレンは、 人間じゃない自分は地球へ行けないとその身を犠牲にして、ゲバルライを床の脆い部分に誘い自分ごと転落する。パトリックとソニアは爆発寸前にシャトルを使って脱出するが、シャトルにゲバルライが乗っておりパトリックは撃退のため、船外に出る。攻防の末、ゲバルライを宇宙の果てに吹き飛ばしたパトリックとソニアは無事、地球に帰還する。この作品の敵は、 恐竜と言われているが、厳密には恐竜ではないクリーチャーも多い。ディノクライシスさんに登場するクリーチャーたち。それぞれ何かしらの検証を目的に生み出されている。ありがとうございます。